サミー・ヘイガー・モントローズは、アメリカ合衆国のハードロックバンド。バン・モリソンや、エドガー・ウィンター等と活動していたギタリスト、ロニー・モントローズを中心に結成される。他のメンバーは、サミー・ヘイガー、ビル・チャーチ、レニー・カー・マッシ。1973年にデビューアルバム、ハード・ショック、発表。その後、ビル・チャーチの公認として、 アラン・フィッツ・ジェラルドが加入し、セカンドアルバム、ペーパーマネー発表。サミー・ヘーガーは同作を最後に脱退し、1976年にソロデビュー、後にバンヘーレンに加入する。バンドは、新メンバーのボブ・ジェームスとジム・アルシバーを迎え、ワーナー・ブラザーズ・プレゼンツを発表するが、今度はアラン・フィッツ・ジェラルドが脱退。アランは、サミー・ヘーガーの バックバンドでキーボードを担当し、その後、ナイトレンジャーに加入。公認として、ランディ・ジョー・ホッブスが加入し、1976年に、ラストアルバムとなる、反逆のジャンプを発表。同作のジャケットデザインはヒプノシスが担当し、水着女性の股間をアップにした写真を使用。モントローズ解散後、ロニー・モントローズはガンマを結成し、デニー・カー・マッシュは、 サミー・ヘイガーとートの共演やガンマでの活動を経て、ハートに加入。1987年、ロニー・モントローズは、ガンマのベーシストのグレン・レッチ等と共に、モントローズ名義のアルバム、ミーン発表。同作に参加したミュージシャンのうち、ジョニー・エドワーズは後に、フォリナーに加入し、ジェームス・コタックは、キングダム・カムやスコーピオンズで活動。 サミー・ヘイガーが1997年に発表したソロアルバムマーチング・トゥ・マーズの収録曲リービング・ザ・ウォームス・オブ・ザ・ウームはモントローズのオリジナルメンバーの再結成による録音である。ありがとうございます。